ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がアウディ RS5 クーペ2018年式13,500キロ、こちらの車両になります。あの RS5 はもうすごく何回もやったなっていうふうに思ってて、改めて確認したらみんなスポーツバックなんですよ。そうなんですよ。クーペ珍しいんだよね。クーペは結構前にアリーナ店の小島店長がソロでご紹介させていただいてる、あったね、以来じゃないかなと思います、確か。はい、緑色のもうクーペだっけ。あ、緑色のも紹介する。え、スポーツバックじゃんと。あれスポーツバックでしたっけ、じゃあ本当に久しぶりですね、多分。そうです。で、僕と土方さんで紹介させていただくのは初めて。初めてですね。はい、ただ車はそんなに全く別の車っていうかっていうと、ちょっとスポーツバックと共通のところもあると思いますので。そうですね。はい、はい、なので今回はちょっとこの車の個体の紹介と飛ばすところはちょっと多少あるかと思うんですけれども、パパパパッと紹介させていただきたいと思います。はい、で今回これ色いいですね。色いいですね。久しぶりに、デイトナグレーですね。はい、はい、ちょっとこのなんていうんですか、濃淡、このプレスライン、はい、鮮やかに浮かび上がるような、はい、あの普通にグレーなのかなと思うと光の当たり方によってねしっかりとこう出るんで濃淡で、このメタリックというか、パールなんでしょうか、このギラギラ感も少しあって、はい、で今回の車はカーボンのエキステリアパッケージもついてるんで、その辺の相性ともいい、いい、なんですかね、この同系の色だからですかね。だと思います。同じ RS でもRS6 だったりとかって、まあ、デイトナグレー結構あったりするんですけど、やっぱりカーボンのパーツついてるとものすごく締まる感じがします。スポーティーな感じもするし、ただ同系の色っていうこともあります。この黒とカーボンのグレーと、はい、このボディのグレーと、はいはい、なんかこうまとまり感が一番よく見える、白でちょっとこう黒系のパーツが際立つのもまた違って見えてかっこいいですし、はいはい、ちょっとこのボディカラーでこんなに違うんだなっていうのは今回ちょっと発見だったんです、ね。そして今回お車13,500キロってことなんですけど、はい、綺麗ですねこれ。いや、すごく綺麗です。めちゃめちゃコンディション良くないですか。コンディションいいですね。で結構この辺の役付きモデルだと、ガンガン乗れるじゃないですか。そうなんですよ。で結構こう飛び石とか飛び石が、受けてたりするのでちょっと心配だったんですけど、この個体を見たときに、あ、これなら大丈夫だなと思って仕入れました。前回りもほぼ目立つような傷、ほぼないないです感じですかね。はい、あとはもう定番 の、 このグロスのグリルと、マトリックス LED のヘッドライトと、もうアウディが始めたと、アウディが最初ですか。そうだったと思いますよ。はい、ダイナミックの、そうですね、インジケーター、その辺なんかもしっかりついてる、はい、だから新しいですよね、やっぱりこうデザインが一歩進んでますよね、アウディって。やっぱりね、毎回ツチーとの動画撮影で言いますけど、アウディってその先に行ってるので、デザインとか新しい安全装備だったりとか技術とか、その辺ですよね、やっぱり。あとは僕この型でクーペめちゃくちゃかっこよくなったと思ってるんですよ、僕の理想とする形に、近づいた。そうなった。先代とかってちょっとこの丸みも少しこう ありつつだね。ありつつじゃないですか。わかる。この方からなんかこう急にシュッとしてないですか。ああ、そうかもしれないね、はい、でもね、僕個人的には先代の後期型もすごく好きです。あ、なるほど。はい、ライトの衣装が若干変わったりとかしてて、ただそのこの形で、さっきツッチが言ったようにこのデイトナグレーのせいか顔がすごく正解に見えるんですよ、今回この。はい、なんか白と他の色、普通のシルバー系と全然違う表情に見えるんで、ブルー系となんかちょっとね、起きたなっていう感じ。引き締まって見えます。引き締まって見えます、はい、で、あとはホイールなんかも今回このぶっとい5本スポークの、はい、ただ思ったんですけど、これちょっと張り替え出してね。なんすかウェイトが本当だね、はい、純正としてもこのシルバーのやつ使うじゃないですか。そうっすね。でスポークこう間隔が広いと目立つんで、黒のに張り替えたいです。はい、張り替えましょう、これは。まあ、その辺もご相談いただければ、そんなのもできますので、はい、で、あと僕今回資料を改めて読み直して、はい、発見というか僕は知らなかっただけなんですけど、これ5リンクなんですね、足回り。そうです。
ダブルシフォンかと思ってたんですよ。ああそうですか、はい、そしたらよく見たら上のアッパーのところ左右別々になってて、はいはい、資料もパイプリンクですよなんて書いてあって、まあそうなんだと思って、うん、でボンネットさっき開けてたじゃないですか。ああなるほど。で見返したらもうすげえキャンバーはついてるし、キャンバーっていうかなんていうんですか、うん、ショックは寝てるし、あ、はい、若干キャスターはついてるし、キャスターついてるしね。なんか結構この外装とかやっぱりクアトロになんかちょっとこう注目されがちですけど、足回りの構造もなんかすごいの使ってるなと思って。そうですね、はい、うん、改めてちょっとびっくりしちゃいました。まあ、毎度のお話になっちゃいますけど、やっぱりこうアウディの中で R がつくものってね、特殊じゃないですか。フェンダー広がってます、ただフェンダーが広がってるだけじゃなく足回り作り直してます、リセッティングしてます、エンジンに至っては、ね、専用で開発しますみたいなところもあるので、その辺は手が抜くようなことは絶対ないですね。なんかこの RS モデルってラインが別らしいですよね、うん、そう、そもそも専用、そう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 、RS 専用のラインで組み立てして、はい、なんかレーザースキャナーかなんか使って1000分の1ミリ単位ぐらいのめちゃくちゃきめ細かい組み立てでやってるらしいですよ、ね、うん、なるほど。だからなんか生産も1日何十台だっけなしか作れないらしいですよ。だからもうちょっとその役付きで側がちょっとこう派手になっててエンジンパワーがあるのっていう、そういう次元じゃないんですよね。そうですね、全く別のものとして、うん、はいはい、作り直してる、うん、そしてあこっち行きましょうか。そしてカーボンのミラーなんかもこの辺もついてて、うん、あとはアウディの黄金比ボディにウィンドウ1でしたっけ、はいはい、だからワゴンアバントがこうちょっとこう看板ですし、うん、はい、一番かっこいいよねなっていう感じのこう空気になってますけど、はい、いやいやいや、このスポーツバッグとかクーペもすごいの作ってくるんだぞと、はい、特に最近の RS7 は本当に僕やられました。いいよね。いいっすよ ね、あれめちゃくちゃかっこいいっすよね、はい、この辺も本当に負けないスタイリング、このプレスライン、このリアのフェンダー、はい、うん、そしてこれサイドのこれサイドスカートって言っていいんですかね、うん、そうですね、サイドのパネルもカーボンが使われてたりとか、はい、うん、これ乗り降りすると気使っちゃいますね。意外とでもどうなんですか。これさっき開けたんですけど結構バチン出てますよ。本当ですか、はい、うん、ちょっと開けてみましょうか、はい、こんな感じで、あ、本当ですね、意外と出てます ね、うん、この辺も毎回ですけどちょっとプロジェクションなんか初めに貼っときたいかなって、うん、はい、ただここも傷がないんですよね、はい、だから結構前オーナー様はこの辺気使って乗られてたのかなっていう、そうだね、私この個体を見た時にここに当然シワって入っちゃうんですよどうしても、うん、でも入る車ってもっとここにプラスチックのこの樹脂 部品に擦れて押された跡があるのに、これもうしょうがないシワなんですよね。だからこれ本当個体としての状態は素晴らしくいいと思います。だから乗り降りもう一回一回すごく気にされてたんと思いますよ、うん、普通このスカッフプレートとか、うん、これサイドスカートこれだけ出てたらもう少し傷というか仕様が、はい、そうなんですよ、はい、出てきますよ、ね、ですね、うん、今回の車は非常にその辺のコンディションも良好です、はい、そしてリアも同様に27530、はいはい、これがまあ標準 S とかだともうちょっと細い、うん、255でしたっけ、255ですか、はい、確か装着されたりとか、ただ、はい、出したいですね。甘いですよね。甘いです、はい、はい、スペーサーでもうちょっと出したいかなっていう意外と車高低いんでスペーサーだけでもありかなと思うんですけど、スペーサー入れたら入れたでちょっと車高気持ち高いかなっていう、確かにここのがもうちょっと目立っちゃいますね。そうなんですよ、はい、はい、もう少し触ってあげるともっとスタイリッシュになるかなと、はい、あ、もうらしくなりますね。だからカタログがずるいんですよね。もうみんななんかこういう特にやつって車高下げてあるじゃないですか、はい、はい、まあ、出てるかどうかちょっと分かんないですけど、うん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 、修正してあるから、はい、ちょっとそのカタログ的な見た目ぐらいにはしたいです、そのまま乗るにしても、ね、はい、うん、そして後ろもこういうとことかかっこいいですよね本当に、うん、ちょっとフェンダーが強調されるこの縁、はい、ダミーダクトもついてて、うん、でトランクのスポイラーなんかも小ぶりのものがしっかりついてございます、はい、うん、であとは RS のスポーツエキゾースト、はい、このどでかい出口、これよく見ると中が2つに分かれてて、そうです、はい、1つバルブがついててって感じですよね、うん、はい、でこのマフラーの周りもしっかりカーボンになってると、うん、はい、こんな感じのエクステリアになってます、はい、じゃあ続いて内装
簡単にで、はい、そうですね、ご紹介させていただきたいと思います、はい、今回の車 RS デザインパッケージ装着ということで、はい、この全面アルカンターラのステアリングと、うん、あとこのおしゃれなシートベルトシート、はい、もうだから中は渋いっすね、でおしゃれっすね、うん、なんか落ち着いた感じですし、うん、手抜いてない感じが、シートにはエンボスもしっかり入ってて、はい、であとアウディって結構その電装品のもう一歩進んでるじゃないですか、はい、12.5 インチかな、はい、バーチャルコックピットもついてて、そうですね、ただちょっと細かいところを見ていくと決して高級車とかっていうわけじゃないんで、あ、決してないですね、うんうん、ちょっとその例えばドリンクホルダーのところだったりだとか、アームレストのそのアームレストなんであそこいつも開いてるんですかね、開いてるっていうか、そう、はい、なんだろうね、隙間気になりますよね、そう、ああいうのがちょっと、うん、だから普通の車をなんかこうすごく何ですか、もうパワーアップさせたっていう、はい、はい、ちょっとそのベースとなったA5 のところもちょっと垣間見える、はい、うん、そんな感じで装備がめちゃくちゃいいんですよね、うん、これ装備がめちゃくちゃいいです、ヘッドアップディスプレイもついてて、ついてます、はい、シートはマッサージもついてて、はい、はい、とね、はい、一点こう、あ、毎回こうこの型の車アウディ、はい、これなんでだろうと思うのがちょっと私座っちゃいますね、はい、なんでだろうっていけないわけじゃないですよ、ここ小物入れがあるんですよ、はい、しかも、はい、こんな入るんです、え、そんなに入るんですか、はい、だから指先からここの扉のところまでってこんな入るんですよ、本当ですかこうやってないですよ、これまっすぐでこう入っていっちゃう、それ知らなかったっすでしょ、何を入れるんだろうっていつも不思議に思うので、逆にね、はい、出すの大変じゃねえと思って嬉しいですけど、 長財布入ります、ね、そうそうそう入ります、あ、そんなに多くないですか、うん、嬉しいんですけどね、確かに、はい、嬉しいんですけど、なんでだろうと思って、サンシリーズとかもそういうの残ってますよね、残ってます、ただそんなに深くないですね、そう ETC 入るか入んないかぐらいな、ね、そんなイメージなんで、あそこそんな深いんですか、すごいんですよ、へー知らなかったっす、じゃあ続いて後ろちょっとクーペなんでせっかくなんで、はい、後ろどのぐらい乗れるか見ていきたいと思います、はい、あ、これか、よいしょ、乗り込むと、うん、さすがにちょっと足元のスペース、はい、そんなにないですし、ないですか、はい、天井も僕175で、うん、ギリギリつくぐらいですね、あ、本当ですね、はい、で背もたれも割と直角っすね、うん、はい、そうで、そう、はい、割と直角だ、あ、でもそうですね、意外と起きてるかな、あとはさっきあの、うん、この車の撮影前に、うん、マイバッハに乗ったっていうのがちょっと、はい、ちょっと良くないかもしれないです、良くないです、はいはい、ただまあ、うん、普通に乗れちゃうというか、そうですね、お子様とかちょっと体の小さめの女性であれば、まあ、男性でも小さめの方であればそんなに窮屈じゃないかなっていう、足元もこう膝がシートについてしまう感じでは今ではないです、助手席のシートなんかかなり下がってますけど、そうですね、はい、はい、割といけるんじゃないかな、うん、で、はい、エアコンは一応はい、補正がついてる、ついてます、はい、そしてシガと、うん、あとここちょっと物が置けるようになってるんですかね、はい、小物入れと、はい、センターコンソールが、はい、ドリンクホルダーと、はい、コモノギですね、めっちゃ浅いやつですね、めっちゃ浅いやつですね、はい、はい、さっきの車がめっちゃ深いやつですね、はい、そうですね、はい、スマホぐらいかな、ね、はい、こんな感じに、はい、だまあクーペですよね、うん、本当にそうですね、典型的な、はい、典型的なクーペです、はい、スタイル、オーソドックスな感じです、うんうん、だからリアの居住性を求める方で、うん、まあ、エクステリアも捨てがたいっていう人は、うん、まあスポーツバッグ、スポーツバッグですね、行ってもらって、はい、もうそれでいいと思います、はい、もうメインは1人、うん、もしくは2人っていう方は、はい、こっちの RS タイプ、はいはい、っていう選択でいいんじゃないでしょうか、はい、じゃあ続いてトランクも違うとこなんで、はい、ちょっとトランクも見てみたいと思います、はい、トランクが割と容量ありますね、うん、容量はあります、はい、うん、このネットなんかもついてきて、はいはい、高さも割とありますかね、うん、ありますか、はい、そしてここはそうですね、はい、倒せるようになってて、うん、これが片側ずつ、うん、そうです、でまとめて倒すんだったらこっちで、そちら側ずつ、はいはい、そんなこともできる、じゃあ結構長物もいけそうっすね、いけますね、うん、ちょっとあの贅沢を言うとここの上の上面の部分これ短いんですよ、だからなんかねこういうふうに入れる感覚ができなくてこう入れなくちゃいけないでしょ、そうっすね、こう使い勝手悪いです、あ、
僕嫌いですこれ。この車好きなんですけど、フロントガラス、リアガラスもうちょっと気持ち立ててあと、うんうん、7-8センチあれば全然違う車になったのになって思います。はい、まあまあそれ言ってもしょうがないですけど、はい、そしてこの下がこんな感じでバッテリーがリアに搭載されているという、はい、これちょっとカバー欲しかったですね。ちょっとねこの辺がね、はい、ただ僕ちょっと他の車で何て言ってるかちょっと心配になりました。はいこいつ言ってることが違うじゃないかはい、はい、こんな感じのトランクになってます。はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。はい、でこのカーボンのカバーも付いてるじゃないですか。ね、これもオプションですよね。はい、はい、かっこいいです。この辺も付いてる、うん、でエンジンが 2.9 リッター、はい、450馬力、はい、これが S だと3リッターなんですよね。うん、そうなんですってね。で調べたらなんか3ミリストロークダウンさせて、うん、はい、まあ、要はショートストロークにして、うん、まあ、ちょっとそのスポーツテイストを、はいはい、高めてるっていう話です。うん、高回転ちょっと気持ちよく回そうかっていう方向なんですかね。ストローク短くしてるってことはね。でこれ同系列で、うん、あのパナメーラに、はいはい、そうですね、 2.9 リッターで生まれてるという、ただ土方さんの記憶が確かであれば、はい、なんかパナメーラもなんか専用設計って言ってたぞっていう、なんかカタログにそんなようなこと書いてあったような気がするのでなんかアウディのエンジンかポルシェのエンジンどっちがベースかはよく分からないですけど、まあ、それぞれにちゃんと開発考えてるのかなっていう、それぞれのメーカーの人たちが。あとは全く一緒ってことは多分ないと思うんですよね。セッティングをそれぞれ車の車重とかキャラクターとかそれに合わせてセッティングしてあるんで、まあ、RS なんでまあパンチのある走りが期待できるんじゃないかなと。はい、そしてさっき僕が言ってたこのキャスターとこのショックの寝具合が結構こんな位置ですもんね。そうでよく見るとこっちにも傾いてるんですよね。はい、はあ、その辺もちゃんと考えられてるというか、いろいろ意図があって足回りがマウントされてんだなっていう。でも結局その四駆じゃないですか。でシステム的にもフロントヘビーになることもあるので、メーカーとしてもいろいろ考えた時にアンダーステアを殺したいと、ただ高速走行において安定性も殺したくないとっていうので、若干こうキャスターつけたりとか、うん、っていうことをいろいろこうリセッティングしているのかななんて思いますけどね。特にアウディの場合だともう常時四駆ですからね。そうです、はい、うん、状況に応じてこう FR に 100% 触れるとかっていうんじゃなくって、はい、まあ、基本的に四駆で。そうです、はい、なんで四輪どこか捉えていくっていう、はい、そうですね、うん、だ直進安定性は素晴らしいですけどね。それ逆にコーナリングが弱くなってしまってはメーカーとしては、せっかく RS っていう名前ですからね、はい、ちょっとこの辺がクーペボディでどうなのかっていうのをちょっとこの後乗ってみたいと思います、うん、はい。さあじゃあ、はい、今回は土方店長ドライビングで、うん、はい、はい、行きましょう。これいろいろちょっと短期間に、うん、RS5、4、6いろいろ乗せていただいたりとか、はい、見せていただいたりとかして、はい、僕は気がつきました。何でしょう、この車って、うん、ノーマルって本当にこう出来がいいというか、はい、ぶっ飛ばしてもなんともないじゃないですか。はい、そうですね。もう全然もうおーおーともならないし、はい、で逆にこう、まあ、スリルとまではいかないですけど、うん、なんかじゃあ運転する楽しさ、ワクワク感、うん、楽しさはまあありますね。ワクワク感、うん、BM で言ったら駆け抜ける喜びみたいな、はい、ちょっとそれ薄いかなと思ったんですよ、はい、ただ、うん、割と最近めちゃめちゃいじった S3 を、はい、乗らせていただく機会があって、うん、まあ、首都高をちょっと走ったんですよ、はい、いじると、うん、ちょっとまた豹変しますねこの車。本当にこの車っていうかアウディ、あれこんなんなるのと思って、びっくりしました。本当、はい、これは楽しいわと思って、あ、まあ、それは S3 だったんですけど、はい、あれパワーチェックいったやつ。そうっす。おめっちゃいいっすよあれ。楽しかった。楽しかったっ。あ、いいなそういうの。バチーンっていう加速と、もう張り付いてる感と、楽しいですね。S3 です。2リッターだね。へえ、いいな。まあちょっとそのサイズとか、まあ、車のキャラクターは違えど、はい、やっぱりそのアウディのその四駆の、うん、こうしっかり感があって、うん、はい、こうじゃあそれ走ってこうワクワクする感じあるかっていうと、僕はあんまりちょっとやっぱり BM の方がちょっと駆け抜ける喜びあるなと思ったんですよ。うん、はい、そうだね。ただそれいじると豹変する。うん、昨日の RA6 もそうですけど、うん、
あれめちゃめちゃにいじってちょっと不良にしたら、できすぎ君にちょっと悪いことを教えたらとんでもない音をしな出しながらぶっ飛んでいくという動いちゃいました。ちょっと二面性があるなと思いました、この、まあ、もちろんこのすごいこのスタビリティの高さで、はい、ちょっとこの限界がもうとにかく高いから僕みたいな運転手もぶっ飛ばせるじゃないですか、はい、まあ、それによる楽しみもいいんですけど、うん、なんだろうな、ちょっとこう極端さがないんですよね、だから加速にしろなんかこの何ですか、加速にしても安定しすぎちゃってて、うんうん、なんかすごく速いですよね、すごく速いんですけど、まあそうだよねっていう感じだよね、そうなんです、普通なんですよ、うん、それは。これさ、なんか今すっごい速いじゃないですか、これ、はい、すごい速いですよね、60キロなんてあっという間なんで、でも安定してるんだね。だからこれやっぱり同じ馬力とか、うん、でもこの速度感とか感じる部分ってめちゃめちゃ重要だなと思って、うん、そうなんだよね。だからさ、こう毎回こう話してると僕も言うことになっちゃうんだけど、結局パワー感だったりとかワクワク感って恐怖感と表裏一体のところあるから、そこをどう味付けしていくかだよね。あと人間のその感じるものってやっぱりちょっと特殊ですね。そうだね、そうだと思う。加速時だけじゃないですよね。じゃないです。音もそうだし、はい、振動もそうだし、うん、やっぱり某漫画でなんかちょっとそのマフラーは、うん、そのまあ、性能も大事だけど、うん、やっぱりその音、うん、ドライバーをなんかちょっと その気にさせるじゃないけど、はい、のテンションを上げる音っていうのは、うん、もうめちゃめちゃ重要だっていうのを、重要だね、はい、書いてあるのがありましたけど、うん、だって音量が大きゃいいわけじゃないし、うん、そうなんですよ、そうなんですよ、ね、そうなんですよ、うん、官能的なサウンドというか、そうなんかゾクゾクくるような、こう耳の奥がこうくすぐったくなるような、なんともそれがまたその車の加速感とかなんかパワー感とかと連動しないと、うんうん、ちょっとこう違和感があったりするとまた残念だし、はい、そうだよね。だから最近特にその音作ってるのって、はい、どこか受け入れられないのってそこな気がするんですよ。ああそっか、はい、音単体でこう耳すまして聞いた時、まあまあよくできてるよねって感じはするんですけど、うん、なんか違うんだよなって思いません？わかる、それは音作ってる系のやつって、うん、感じ方、感じる、うん、そうだよね、感じ方が違うというか感覚が違う、ずれちゃってるというか、そこじゃないんだよなみたいな。メーカーも今いろんなことやってるじゃないですか、はい、スピーカーから音出したりとか、うん、あとはそのインテークの脈動をなんか増幅させて、はいはいはい、車内に響くようにしたりとか、そうだね、吸気音ね出したりとか、もうちょっとなんかこうないんすかね、もうどんどんこう ないんだよ基準がどんどん狭くなってってるから画期的なものをなんかそうだね、はい、作ってほしいなっていうのを思いました。確かに、ただこのアウディこの辺のグレードとか年代だったら、はい、まあ、いろんな社外品も出てるから、うん、だからこのまだ楽しめるなというか、うんうん、この二面性をいけるなっていう、うん、はい、感じました。やっぱりベースがいいからちょっとこうコンピューターチューニングしてレスポンスよくしてピークパワー上げてっていうだけでも結構楽しめるよね。全然違いますよね、うん、だから懐が深い車なんでアウディってやればやたなりにこう返してくる、うんうん、だから下手ないじり方すれば下手な変な車になっちゃうし、うまく付き合っていい方向にあのチューニングされてるオーナーさんが思ういい方向にね、そのまんま車が向かっていけばものすごい楽しい車になるだろうしね。でも改造の話ばっかりしてますけど、もちろんノーマルでももう、うん、もちろん当然ものすごいこのスタビリティの高さとベースがいいからね、良すぎますよね。そう、それがあってこそだからチューニングって、うん、ベースが悪かったらいくらチューニングしてもね、チューニングというよりもベース作りから始めなくちゃいけないわけだから、アウディはもうベースがしっかりしてるんで。すごいっすよ、だってもう全然この飛んでいく感じしないですもんね。一切しないですで、この装備の良さ、はい、はい、マッサージ、まあ、どういうことですかベンチレーション先つけてくれと思っちゃったんですけどなんか日本で乗るとやっぱりベンチレーション欲しいよね。そうですね、ムシムシしてるじゃないですか、はい、日本だとどうしてもそうなんだよね、
ベンチレーションじゃなく、うん、マッサージがしっかりついてて、うん、で乗り心地は、うん、まあ RS ですよね。そうですね、気持ち固めです。はい、でも不快な感じはないですね。でモードの切り替えも、うん、今ちなみに、うん、あこれでも、はい、あれですね、スポーツバッグよりも硬いですね、足ね、明らかに。そうですね、スポーティーですね。はい、スポーティーですね。まあ、ボディの、はい、そうサイズ感も若干違うんでしょうがないっていうか、僕はこっちの方が好きです、うん、はい、乗り味的には。車のキャラクターが思い切りそうなってるのかなっていう。そうですね、はい、ちょっと、はい、じゃあ土方先輩ですから、うん、ダイナミックで、あー、おー音がいいですね。いい音してますよね。はい、いや、どっか飛ばせるとこ行きたいな。そうですね、はい、毎回このあれだね、セリフ言ってるね。ちょっと行きましょうよ。行こうね、はい、どこに、どこ、箱根、ね、わかんないですけど、でも結構お客様の話お伺いすると、うん、なんかどっか封鎖して、うん、その新型車の試乗会がメーカーの方であったりとか、はい、はい、そこまでやっちゃうとちょっと大規模すぎるんですけど、まあね、そうですよね、はい、そこの有料のね一区間を閉鎖して貸し切りっていうのはねあれですけど、でもインプレッション程度なんでしょうけど、まあ、僕も今は名古屋にいますけど、東京に住んでる時は、まあ、好きですから、もともとしょっちゅう箱根の方うろうろしてたんですけど、結構インプレッションやってるんだなって雰囲気の輸入車たちは、はい、タンパイクあたりは結構走ってましたね。ちょっと走りたいですよね。どうしても街乗り高速ぐらいまでが、まあ、ちょっとお手軽というか、まあ、やりやすいところじゃないですか。まあね、正直言うとね、ちょっと遠方とか峠まで行っちゃうとちょっとハードルが高いんですけども、ちょっとやりたいなと思ってます。本当はそういったなんていうのこう本気で攻めるわけではないんだけど、こうワインディング的なところでなんかこうコーナーリングの性能だったりとか、うそうですね、ちょっとね確認してみたいですよ ね、 すね、確かにそれはあります。できれば3台ぐらい持ってって、そうですね、はい、メーカー違いでちょっとニュルとは言わないですけどせめて箱根でね、はい、はい、やりたいですね、はい、そして乗り心地が今ダイナミックにしてプタしてきたじゃないですか、はい、硬い硬いね、突き上げるね硬いっすね、これ一般道ではダメだね。そうっすね、うん、スポーツバッグとこんな違います？全然違うね、めっちゃ硬いっすね。めっちゃ硬いよこれ、跳ねてるもん、ポン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 、ああ、これ僕大好きです、 大好物です。僕も全然乗れちゃいますよ、はい、全然乗れちゃいます、大好物です、はい、まだ平気です。免疫ないとちょっとびっくりしたかもしれないそうっすね、はい、ああ、なおさらちょっとこれ走りたいっすね、うん、なおさら走って、本当だね、ガンガン行きたいですねこんなにスポーツバッグと違うんですね、キャラクター。本当ね、違うね、これスポーツバッグじゃよっぽどなんかこうもうちょっと使いやすくしてますね。そう、全然違うと思う、こういう道とか。やっぱりさ、パーソナルクーペとしてのこう作り込み、全然こう考え方がメーカーとしてさ、はい、ベース一緒なのに全然なんだこれっていうぐらい今揺れてるからねこれ大丈夫なんかって言いたくなるよ本当にこうめっちゃ揺れますね最高これを60キロで走るってちょっと僕辛いんですけど。そうっすね、はい , 笑っちゃうな、楽しい。ちょっと限界いきたいな。はい、じゃああれじゃないですか、だいぶ僕がその、はい、これ普通というか受け止めくれすぎて、うん、アウディちょっと掛け寄ろないですねって言ったの、もしかしたらこの RS5 だったらだいぶあるんですかね。そうですよ、反省してください。反省したいと思いますたださっきちょっとプータしたのは、うん、やっぱりこの何ですか、飛んでく感じがないのはやっぱ一緒ですね。いや一緒です、もう絶大に信用できるこのトラクションのかかりというか、トラクションがなくならない、失わない、これはね、もう絶対ケツが出たりとか、はい、はい、ね、絶対しないだろうなっていう、うん、はい、破綻しないだろうなって、だから車まっすぐ進んでいくし、そうなんですよ、なんかこう、そうなんですよ、はい、一番やっぱり感じるのって、はい、まあ、僕も過去にそのこういうオンロードのモデルの4駆とか、何台か乗りましたけど、はい、やっぱりね、最近の日本では多いじゃないですか、ゲリラ豪雨的な。で突然想像もしないところで、ね、道路が川っぽくなったりとかして、
しかもそれが高速だったりすると本当恐怖なんですけど、最近の本当こういったコンピューター制御のオンロード4駆ってものすごい賢いので、そこでね50キロ60キロで速度落としてあげれば全然怖くないですからね、うん、いやすごいですよ。当たり前になりすぎちゃっててこの恩恵が。そうなの、うん、だから結構 YouTube なんか海外のやつとか見てると、うん、ちょっとその何ですかイベントみたいのとか、うん、あとはカーズ&コーヒーってその朝改造車が集まったりするのとかってアメリカであるじゃないですか。ありますね。でそれ解散するときに、はい、トラコン切ってアクセル全開で、はい、ふわーってケツが出てぶつかっちゃったりとかで普通そうそうなんですよね、うん、だから制御介入が入らなかったら、うんうんうん、だからそれがもう車が頭良すぎて、はい、もう僕みたいなのがバーッと踏んでも、はい、絶対ならないっていう、うんうんうん、安心して踏み切れるからね。で特にアウディはもう僕が乗って もう絶対ないなっていう、うん、はい、安心感が違う。そうですね、もう僕が乗っても全然安心です。もう、こんなヘッポコ2人組が何しても平気だもんね、土方さんは結構サーキット行ったりとか。いやいやいや、そうはそうですけど、そうは言ってもねやっぱり一般のアマチュアなんで皆さんと一緒です。名古屋もうちょっとこう短縮走れるとこないんですかね。もし山行かないとダメですかね。でも本当にね、なんかねいろいろ聞いて探してるんだけどないんだよね。もうちょこっと例えばさ、車的に差し支えなければさ、片道20キロ走ったとしてもさ、どっか楽しく動画も撮れてさ、ね、っていう場所を探してるんですよ。だ全然ないって言うんだよね、みんな。ないよそんなとこって言われちゃうんで。ちょっとご存知の方がいたらコメントいただきたいですよ。あ、本当ですね。はい。あと街が整備されすぎてそうなんですよ。ね、道は完璧にいいんですけど、がゆえにっていう感じですよね。メディア関係に関しては、はい、外部オーディオ、Bluetooth、うん、こんな感じでテレビもついてて、はいはい、外部ビデオこんな感じです、うん、でナビだったりはマップこんな感じ、うん、今は全部タッチじゃないですか、はい、ダイヤル意外に使いやすいですね、うん、こんな感じになっております、うん、いやこれ腰痛になっちゃったじゃ あとはあれじゃないですか、何でしょう、オフにした時にそのコーナーを攻めていった時に、ああそうですね、どうなるんですね、うん、です。車重もかかって G もかかってって今みたいな加速状態じゃあんまわからないですね。というわけで今回は下道でちょっとお届けしたいんですけど、はい、なんかでもより一層足の、うん、硬さの違い、柔らかさ、この車のセッティングで表現したりスポーツバックとの違いがちょっと分かったね、うん、いやびっくりしました、うん、そして反省しました、はい、いや同じ車のボディスタイル違うだけだろうなと思ったら、うん、全然違う車でした、うん、アウディさんがきっとバカにするなよって言ってます。そうですね、はい、全然こっちの方がスポーツですめっちゃ跳ねてて笑っちゃいました、はあはい、びっくりするぐらい硬かったです楽しい。ただ全然僕も土方さんは乗れますよね。全然いける硬さ、多分普通の人はもう嫌だって思うかもしれないですけど、僕ら的には全然平気です。コンフォートでも割と硬いですけどね。そうでもまあまあ乗れるかな。まあまあ乗れますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで今回はアウディ RS5 クーペをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。